カラスウリはウリ科の植物。朱色の果実と夜間だけ開く花で知られる。地下には開墾を有する。原産地は中国、日本で、日本では本州、四国、九州に自生する。林や藪の草木に絡みついて成長する。葉はハート型で、表面は短い毛で覆われる。私有一種で、一つの株には尾花か芽花かのいずれかの実がつく。別名へ。 玉章、土売り狐の枕、山売り、4月から6月にかけて開墾から発が、あるいは未章する。火器は、夏で、7月から9月にかけての日没後から開花する。尾花の香川1箇所から複数付き、数日間連続して開花する。対して、雌花の香川、おおむね単独でつくが、個体によっては複数つく場合もある。花弁は、白色で主に合弁で、 やや後部に反り返り、塩分が無数の白く細い紐状になって伸び、直径7から10センチメートル程度の網あるいはレース状に広がる。花は翌朝、日の出前にはしぼむ。こうした目立つ花になった理由は、受粉のためや構成の画を引き寄せるためであると考えられており、ポリネーターは大型のスズメガである。カラスウリの花筒は非常に長く、 スズメが急の長い興奮を持ったがでなければ、花の奥の蜜には到達することはできず、結果として、そうなできないためである。バ花の作目株にのみ果実をつける。果実は、直径5から7センチメートルの卵型形状で、形状は楕円型や丸いものなど様々。熟する前は、縦の線が通った緑色をしており、光沢がある。10月から11月末に熟し、 オレンジ色ないし朱色になり、冬に枯れた鶴にぶら下がった姿が、ポツンと目立つ。鮮やかな色の薄い火皮を破ると、内部には、腹座由来の黄色の果肉にくるまれた、カマキリの頭部に似た、得意な形状をした、黒か主食の種子がある。この果肉は、人の舌には、舐めると、一瞬甘みを感じるものの非常に苦く、人間の食用には適さない。鳥がこの果肉を接触し、 同時に種子を飲み込んで運ぶ場合もある。しかし名前と異なり、特にカラスの鉱物という観察例はほとんどない。栄養繁殖の状況上に突き出しているのが、前年度中に潜り込んだ鶴の跡地下には、デンプンやタンパク質をふんだんに含んだ芋状の開根が発達しており、これで越冬する。夏の間に伸びた地上の鶴は、秋になると地面に向かって伸び、 先端が地表に触れるとそこから根を出し、ここにも新しい開根を形成して栄養繁殖を行う。名前については、カラスが好んで食べる内し熟した赤い実がカラスが食べ残したように見えることから命名されたと諸説ある。実の中の見栄えの幼虫種子はその形から内出の小槌にも例えられる。そのため財布に入れて携帯すると富に通じる縁に。 物として扱われることもある。中国では医薬原料として活用されており、果実、種子、開根ともに、木薬として利用されている。かつては日本でも、霜焼けの薬として身から取れるエキスが使用された。若い実は漬物にするほか、中身を取り出し穴を開けて、ランタンにする遊びに使われる。また、カラス売リの根を煎じて、全速薬にしたり、 果汁を手足などのヒビに塗ったりするという伝統的民間療法が長野県あち、高木村などに残っている。近年ではインテリアなどの用途として栽培もされており、一部ではカラスウリの私有量、株を出荷する農園も存在する。赤熟家庭の蛇売りの地、ヒカラスウリは生体や花、葉の形状からカラスウリと混同されることが多い。かつては 様々な用途に利用された。ヘビウリは、インド原産の金縁種で、実は細長く伸びながら、くねくねと湾曲し、ヘビそっくりの姿になる。カラスウジ同様赤大々色二熟す。東南アジアの一部では若い実を食用にする。ゴーヤを淡白にしたような味である。日本では主に干賞用に栽培される。ありがとうございます。